明元寺にある安藤直司の墓。安藤直司は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。木の国田辺藩書大藩主。官位は十五位下、立脇先生。慶長五年から元那二年までは幕府老中を務めた。安藤元吉の長男として誕生した。幼少期から徳川家康に仕え、元気元年の姉川の戦いを皮切りに、 長篠の戦いにも参戦した。天正十二年からの小牧、長久手の戦いでは、敵将、池田紬沖や森長吉を討ち取る活躍をし、家康から弓を配慮した。天正十八年に家康が関東に移された時、全国の所領を与えられた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、家康の使い番として従軍し、 慶長八年の家康将軍宣言にも参加して、慶長十年正月には武蔵国において二千三百国の所要を与えられた。そして、本田正澄や成瀬正重と共に家康の側近として初期惑星を取り仕切った。慶長十五年、家康の命により徳川頼信家の過労に任じられた。その後も、大御瀬家康の側近として駿河政権に参画し、 東東海国横須賀藩主、大須賀忠寺の後見人にもなった。慶長19年からの大阪の陣では、不賀郎として年少の頼信に代わって軍を率いて参戦するほか、駿河年市寄りとして、成瀬正重と共に軍議に参加し、自藩のみならず、初代名を統制する役割を担った。この時、夏の陣で、長男、朱毛が戦死している。現那3年。 と東,東海掛川城主となった。元名五年七月十九日、よりのぶが、和若山城に移ると、紀州藩深楼として移り、同国田辺城に三万八千国の所領を与えられた。よりのぶからは厚く信任を受け、後によりのぶは自分が大名としていることができるのは、なおがいてくれたからだとまで述べている。寛永十二年五月十三日、死去。去年 青年には、天文十三年、天文二十三年説もあり、詳しくわかっていない。明治維新までは、大名とはみなされなかった。ABCDEFGHI 北島正本、安藤直治、国史大辞典、吉川博文館、白根高種、徳川はじめ角付画廊の成立過程と寸布政権1999年3月、ABCD 朝倉春彦、三浦一郎、 世界人物逸話大辞典 P62 から63ありがとうございます。